こんにちは、動画をご覧いただきありがとうございます。GP4 開発者の伊藤聡です。本日も GP4 についての役に立つ情報をお届けしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで今日はですね、自律神経の話の続きというか、以前させてもらった自律神経の話に加えてですね、自律神経のバランスを取るための栄養の話っていうのもまたさせてもらおうかなと、今日はさせてもらおうかなと思います。で、結構ね、自律神経のバランス崩れている人っていうのは栄養のバランスも崩れている人が非常に多いです。なので食事の内容をね、結構僕も怒られた人とかにしっかり聞くんですけど、ほぼほとんどの人にある問題があります。まあ、なんとなくね、今までいろいろ見られてきた方は想像ついてるかもしれませんけど、その通りです。何が足りないか、何が足りないかっていうと、タンパク質です。ほとんどの人が自律神経に問題ある人、ほとんどの人がタンパク不足です。食事の内容をしっかり聞くとね。で、聞いてもそうだし、血液の検査の結果とか見せてもらっても、ああやっぱタンパク足りないよねっていう人はすごく多いです。なので、そういう人にはタンパク質しっかりとってねっていう話をさせてもらうんですけどね。じゃあどのぐらい必要なんですか。一緒です。体重グラム取りましょう。ね。だから50キロ、体重50キロの人だと、50グラム取りましょうね。60キロの人だったら、60グラム取りましょうね。ね。ただ、タンパク質というのは貯金です。体の中の蓄え、こう、イメージ的にアミノ酸プール、アミノ酸プールっていうのがあるんだけど、まあ、体の中でリサイクル常にされていて、まあ、どのぐらい入ってるかなっていうのを、ここにアミノ酸っていうのが溜まってますよ。まあ、体重に比例して出てきますよ。入ってくるのは食事だけですよ。なんですね。なので、入ってくるのが少なくて出てくるのが多いと、当然、どんどん減ってきます。ね。体重グラム取ることでちょっとずつ増やしていきます。っていう考え方ですね。で、ほとんどの人が、自律神経に問題ある人のほとんどの人が、まずはタンパク質が足りないです。だからタンパク質をいっぱい取りましょうねっていう話なんだけど、実は、そういう自律神経の問題になる人って、タンパク質が足りないだけではなくて、タンパク質が今まで長い時間足りなかったおかげで腸内環境が悪い人がすごく多いです。腸内環境もすごく悪い人がすごく多いです。だから例えばリーキーガットみたいな、腸壁にね、がルーズになっていて、中に本来吸収されないサイズのものが取り込まれたりだとか、そういうことがあったりしてアレルギーになりやすかったりとか、何かしらの不調があったり、何かしらの炎症反応があったり、そういう人が非常に多いですよね。なので腸内環境を良くする必要があったりしますけど、でもやっぱり大事なのは、そもそもの原因がこれですよ。タンパク不足ですよ。っていうのをちょっと覚えておくといいと思います。ただ、タンパク質をじゃあ取ればいいかっていうと、その前に腸内環境を良くする必要がある可能性もありますからね。その場合は乳酸菌であったりとか、プレバイオティクス、
だったりとか、そういうことをする必要があるかもしれないですね。もう一つは、じゃあタンパク質を体の中で活用するのに、そもそもね、なんで自律神経狂うか、あるいはタンパク質が少ないおかげで自律神経も狂ったりとか、メンタル的にもちょっと落ちたりとかっていうことがなんで起きるかっていうと、実は内分泌の影響っていうのがすごく多いと思っていて、内分泌、要はホルモンですよね。ホルモンのバランスが取れていない。で、なんでホルモンのバランス取れていないかっていうと、ホルモンの材料ってタンパク質だから、足りないと、タンパク質が足りないと生きていくのに最低限必要なところにまず使われるので、そういうところって後回しになっちゃったりするんですよね。なので、それによってうまく自律神経のバランスが取れないよ、そういうことで狂っていくよっていうことがあると思っていて、なのでまずタンパク質をしっかり取りましょうね。もう一つはビタミン B 群が必要なんだけど、その中でもビタミン B3、 ナイアシンがすごく足りない人が多かったりします。まあ、これも血液とか見るとわかるんだけど、そういう人が多いので、まあ見なくてもね、結構な確率でサプリ取るといいよっていうのはあるかもしれないですね。なので、まずタンパク質が必要ですよ、ビタミン B 群必要ですよ、その中でもビタミン B3、 ナイアシン、まあ、ナイアシンというか、ナイアシンアミドの方がいいですけどね、ナイアシンアミドを取るともしかしたらいいかもしれませんよ。なおかつ腸内環境を良くする必要があるので、乳酸菌であったりとか、プレバイオティクスであったりとかそういうものを取るのも助けになりますよっていうことをね、ちょっとね、意識してもらうと、より施術だけではなくね、そういう関係からでも良くしていくことができるので、ちょっとそれを意識してもらうといいんじゃないかなと思います。じゃあ本日の内容はいかがだったでしょうか。皆さんのお役に少しでも立っていただけたら僕も嬉しいです。ではリクエストとか質問とかありましたら、またこちらの方にお寄せください。じゃあ、本日は最後までご覧いただきありがとうございました。